決闘対戦中、相手はアクションカードを使ってくるし、エンドフェーズで新しい手札を引くことにもなる。それから相手も元素サイコロを使って行動するから、行動意図が見られなくなるよ。早速スリルいっぱいの初心者対戦を始めてみてね。用意はとっくにできてるぜ。こいつはどうだ？吸引テスト開始。
行こうか。まだ調整、そんな予想外の要素が。用意はとっくにできてるぜ。こいつはどうだ？
行こうか。面白いものを探しに行こう。この瞬間、お前は永遠を手にする。こいつはどうだ？お楽しみはこれから。え？こんなことになるなんて。行こうか。裁きを受けよ。敗者には言い訳の余地もない。同じキャラカードを使ったのに負けちゃうなんて。対戦中の主者。そんなルールないから、スクロースさん。うん、分かった。面白い対戦だったよ。スクロースも悔しがった。もちろん負け。それに研究の途中、実験がうまくいかないとき、錬金術やら実験やらはよく分かんないけど、カードゲームも一緒で、負けたらリベンジしたい、勝ちたいから腕を磨いて、もっといいデッキを構築したいと思うんだよ。うん、技術、経験。ずっと勝てなかったら？ずっと勝てなかったら落ち込むけど、負け、うん。スクロースさんは十分強いよ。私から見、ありがとう。負けたのはちょっと残念だけど。ならよかった。うん。よし、これ。
モンドの